OCCN というのはですね、海岸をきれいにしていこうということでボランティア活動をされていた、そのリンビーチとボランティア活動されていた方たちが集まった、その、まあ、志のある人たちの仲間の、そのネットワークでございます。まあ、ここに座っております、我々の行政機関、沖縄総合事務局さんであります、環境省さん、沖縄県庁ですね、で我々第11管区海上保安本部4つの行政機関が中心メンバーとなって今OCCN のメンバーで活動されている方のサポートをするという形で活動をしております。まるごと沖縄クリーンビーチ2011というのを6月1日から7月の30日まで2ヶ月間実施いたします。それのオープニングセレモニーイベントをですね、6月の4日土曜日に豊市にあります豊崎チュラサンビーチで実施いたします。じゃあ私たちアーティストの何ができるのかということで、やはり思いを曲に乗せて広めていくことが私たちにできることかなと、皆さんもともにね、気持ちよく取れてたらいいなと思ってますので、プロスも頑張って協力します。ビーチでハンドボールをやるようになってから、私ビーチに足を運ぶ回数も自分たちとしても増えてきまして、海に対するみんなの思いが詰まった、曲を聴いてもらって、みんなの海のことを考える、機会がどんどん増えていけばいいなと思って、そんな感じで作っているので、海に少しは恩返しができるんじゃないかなと参加させていただきます。すごい楽しみにしています。綺麗な海をつまり維持できるように、私たちもペーパー BPA を通して参加し、協力していきたいと思います。これで記者会見を終わりたいと思います。ありがとうございました。